皆さん、こんにちは。テレビが一般に普及して以降、さまざまな番組がテレビ局により放送されてきました。バラエティ番組やドキュメンタリーからスポーツ中継にニュース、時には映画やドラマなど、そのジャンルは多岐にわたります。しかし、その中でも禁止用語や不謹慎な発言などで放送事故となった番組や、そもそも放送禁止になった番組も数多く存在します。今回は何らかの理由により放送が禁止された幻のドラマたちをご紹介しましょう。一つ目に紹介する放送禁止ドラマは、伝説の教師というコメディ学園ドラマです。ダウンタウンの松本人志さんとスマップの中居正広さんがW主演し、大ヒットとなったドラマです。2000年の4月15日から6月24日まで放送されていましたが、その後は一度も再放送されず、また DVD 化もされておりません。いじめ問題、死生観、性、少年犯罪というシリアスなテーマを多く取り扱っており、ドラマ内でいじめの描写や暴力シーンなどの過激なシーンが多く、コンプライアンスや放送倫理に違反していたためだと言われております。また、通常ドラマなどで再放送をする際に得なければならない作品を作った脚本家や監督、また出演した役者たちからの作品の二次使用許可を得られなかったからという説もあります。2つ目に紹介する放送禁止ドラマは、トンボというヤクザドラマです。長渕剛さんの5作目の主演連続テレビドラマ作品で、主人公の小川英二が所属組織である八田工業と抗争する過程を描いた作品で、日本国民の無関心さえ問題提起した内容となっております。1988年の10月7日から11月25日まで放送されていましたが、再放送はされず、また2006年の DVD 販売は中止されました。理由としては、殺人のシーンや大量に出血するシーンなど、過激な暴力シーンに対して嫌悪感を抱く人が多かったからだと言われています。3つ目に紹介する放送禁止ドラマは、リップスティックという社会の闇を描いたドラマです。傷害事件を起こして収容された早川愛が、暴力的なリンチの横行する署内で、同室の少女たちと友情を育み、過酷な現実に立ち向かっていくという内容です。1999年の4月12日から6月28日まで放送されていましたが、多数の過激な暴力シーンがあったことや、出演者の石田一生さんが大麻、LSD 所持などの大麻取締法違反により逮捕されたことで再放送されていません。4つ目に紹介する放送禁止ドラマは、終わらない夏という連続ドラマです。1995年7月19日から9月20日まで日本テレビ系列で放送されていましたが、ストーリー、登場人物の設定、セリフなどを紬拓さんの漫画ホットロードから盗用していることが一般視聴者からの指摘で発覚しました。この事実はテレビ雑誌やスポーツ新聞で大々的に報じられ、放送終了後、制作者側が出版社などに謝罪しています。結果として、ノベライズ、再放送、映像ソフト化のいずれも行われていません。5つ目に紹介する放送禁止ドラマは、エコエコアザラクという古賀真一さんの漫画を原作とした人々の心の闇を描くテレビドラマです。黒魔術を駆使する若い魔女黒いミサを主人公としたミサに関わる奇怪な事件を追う物語で、漫画と同様に大ヒットしました。テレビ東京では1997年の2月1日から5月31日まで、テレビ大阪では1997年10月2日から1998年4月1日まで放送されていましたが、神戸連続児童殺傷事件の影響により不謹慎だと主張する多数の声が上がり、テレビ東京版は全26話中18話で打ち切りとなりました。なお、神戸連続児童殺傷事件の犯人逮捕後に放送が開始されたテレビ大阪版と地方局版は最終話まで無事に放送されました。6つ目に紹介するドラマは、相棒プレシーズンというテレビドラマです。2000年6月から2001年11月にかけて、テレビ朝日系土曜ワイド劇場で単発ドラマとして放送され、2002年10月からは連続ドラマとしてシリーズ放送されています。出演者の高木沙耶さんが沖縄県石垣島の自宅で大麻を隠し持っていたとして関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されました。それにより後の再放送では、高木沙耶さんの演じる花の里の女将宮部玉樹の登場する回は再放送が困難になっているそうです。
7つ目に紹介する放送禁止ドラマはライフというドラマです。壮絶ないじめを受けるも、そのいじめに立ち向かう女子高生、いじめグループの中心で人間関係を徐々に壊していく女子高生、この2人を軸にいじめの行動とその本質の問題点が描かれました。しかしこのドラマは放送直後から親世代を中心に2000件を超える抗議や批判が送られました。さらにコンプライアンスと放送倫理や番組向上機構にも数十件の批判が寄せられ、再放送されることはなくなりました。8つ目に紹介する放送禁止ドラマはハイスクール落書きという学園ドラマです。1989年1月6日から12月29日の間 TBS 系列で放送され、主演の斉藤由貴さんや保坂直樹さん、的場浩司さんなどが出演し話題となりました。しかしハイスクール落書き1の放送が終わり、ハイスクール落書き2を放送する前に工業高校の関係者から多数のクレームの声が上がりました。これは1で全体的に描写されていた不良の学生のたまり場のような表現が工業高校を学歴で差別していて学校のイメージを損なうという内容のクレームです。さらに全国工業高等学校長協会から放映の中止を要請する連絡が来る事態にまで発展。特にドラマの舞台となっていた東京都立畑工業高等学校からは悪いイメージがつけられてしまったと苦情がありました。それによりハイスクール落書き1は一度のみの再放送とされ、ハイスクール落書き2は設定が急遽工業高校から普通科のみの高校へ変更され、再放送は行われませんでした。またハイスクール落書き2で吉岡先生を演じた加瀬大周さんが2008年10月4日に東京都世田谷区新町2丁目の自宅のマンションで覚醒剤と乾燥大麻を所持していた容疑により、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の現行犯で逮捕されたことも再放送が難しい要因の一つかもしれません。検査にて陽性反応が出たことや、覚醒剤のための注射器と乾燥大麻を吸引する用のパイプなどが発見されたことで、本人が容疑を認めたそうです。9つ目に紹介する放送禁止ドラマはギフトという社会派サスペンスドラマです。連続ドラマ単独初主演となるスマップの木村拓哉さんが演じる記憶喪失の青年の葛藤を描いた物語で、当時は恋愛ドラマの人気が高かったため話題となりました。1997年4月16日から6月25日の間フジテレビ系統で放送されていましたが、1998年1月28日に栃木女性教師刺殺事件が発生したことで再放送が中止となりました。この事件の犯人が刺殺に使用していた凶器はこのドラマ内で主人公が器用に振り回していたバタフライナイフでした。取り調べにて犯人はこのシーンを主張し、格好良さを感じたそうです。これを少年がドラマの影響で人を殺したと報道されたため、東海テレビが再放送を中止しました。いかがだったでしょうか。今回は放送禁止となった9つのドラマについて紹介させていただきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。